トゥーヒーローズから飛べファーストスーパーライブでの驚きの告白。平野紫耀の集合体恐怖症が明らかに。平野紫耀集合体恐怖症告白にファン騒然。東京ドームで繰り広げられる飛べのトゥーヒーローズから飛べファーストスーパーライブが3月14日から17日まで開催され、その模様はプライムビデオで世界中に生配信される予定だ。これには飛べ所属の5グループ、三宅県北山博光ナンバー、愛、no.、 ヒラノシ神宮寺ユータ、岸ユータ、インプ、大東多月のアーティストたちが総出演する。今回、ヒラノシウが注目の的となった、地元、名古屋の友人の驚くべき証言によれば、平野は一度も一人で外食したことがなく、ショッピングやカフェも敬遠。さらには自動車教習所にも一人で通えないという。なんと、免許を取るために友人を呼び寄せて一緒に通っていたという異例のエピソードには、 嵐の桜井翔も混乱していると戸惑いを隠せなかった。平野が明かした理由は一風変わっていて、一人で注文して待つ時間が、どこ見ていいかわからないためだという。料理が運ばれてきた時も、どこを見るべきか迷ってしまうとのことで、共演者たちを驚かせた。さらに、有吉博之が平野に向けて、舞台の時は大丈夫なのどこ見ていいかわからないとかないの と質問すると、平野は、いや、わかんないですと笑顔で答え、基本前は見てるんですけど、集合体恐怖症なので人がいっぱいいると、わーってなっちゃうんですよと告白した。コンサートでの心情にも触れ、桜井が心配すると、平野は、逆に、ボケー、と見ると、わーってなるので、一人ずつ、ちゃんとピンポイントで見るようにしてますと語り、ファン一人一人をしっかりと見ることで嬉しいメッセージが届くと述べ、桜井を感心させた。 この告白により、平野の独自の視点と心情が浮き彫りになり、彼が日常的なシーンからコンサートまで様々な場面でどのように頑張っているかが垣間見える。ファンたちは彼の真摯な姿勢に感動し、新たな一面を発見することとなりそうだ。トベのスーパーライブがますます楽しみになってきた。1点、トベメンバーの秘密暴露。平野仕様、一人で外食ができない理由にファンもびっくり。2点、コンサート会場での意外な一面。 平野紫耀集合体恐怖症告白にファン騒然。3点、驚愕の告白。平野紫耀が明かす、友人との免許取得エピソードに桜井翔も戸惑い。4点、飛べの裏側暴露。平野紫耀が公開したコンサート裏話にファン大興奮。5点、飛べのスーパーライブでの予想外な一面。平野紫耀の集合体恐怖症告白に衝撃は知る。